ミリアム・ブラスコ、ミリアム・グアダルペ・ブラスコ・ソトは、スペイン・バリアドリッド出身の柔道選手。現役時代は5 6ラム級の選手。柔道は8歳の時に始めた。1989年の世界選手権5 6ラム級では3位となった。1991年には、ヨーロッパ選手権で優勝すると、地元のバルセロナで開催された世界選手権では、決勝で、 ベルギーのニコル・フラゴティエを払いゴ氏の技ありで破ってスペインの選手として初の世界チャンピオンとなった。1992年にはヨーロッパ選手権で2連覇すると地元のバルセロナオリンピックでは決勝でイギリスのニコラ・フェアブラザーを小外がかりの友好で破ってスペインの女子選手としてはオリンピックの全競技を通じて史上初となる金メダルを獲得した。 その後は 61kg 級に階級を上げたが、1996年のアトランタオリンピックには出場できなかった。引退後はスペイン上院の議員となった。2017年7月にはバルセロナオリンピックで決勝を争ったフェアブラザーと1年半前に同性結婚していたことを明らかにした。この両者は22年もの長期間付き合っていたという。なお、2005年には、 議員として同性結婚に反対票を投じていた5 6ラム級での戦績6 1ラム級での戦績ありがとうございます。